んにちは、メイコー TV のストーです。本日もよろしくお願いいたします。前回のプリント基板の基礎では基板の色についてご説明しましたが、今回は基板の不良についてご説明します。前回の動画をまだ見ていない方は前回の動画もご覧いただけると嬉しいです。まずはパターンを見てみましょう。パターン同士がつながっていますね。これでは本来電気が流れない箇所にまで電気が流れてしまいます。この不良はショートと呼び、逆にパターンが欠けてつながっていない状態はオープンと呼びます。オープンと少し似ていますが、基板製造中にゴミが入ると図のように穴が開くことがあり、これをピンホールと呼んでいます。パターンはつながっていますが、これをそのままにしておくと後の工程や製品として使用した際にオープンの原因となることがあります。次に説明するのはデラミネーションです。名前が長いのでデラミと略して呼んでいます。デラミネーションは基板表面が少し膨れていたり、基板がパックリ側面から割れてしまっている状態です。基板を積層する際に機械の条件が合わなかったり、材料から出た空気が抜けきれずそのままになってしまうと、このような現象が起こります。次にマイグレーションです。プリプレグに含まれているガラス繊維が胴体に触れている状態で電気を流すと、胴体が繊維を伝ってじわじわと成長していく現象です。気温や基板の吸湿など発生には様々な条件がありますが、伸びていった胴は反対側の胴につながりショートを起こしてしまうことがあります。当然使用が厳しい基板は不良が発生しやすくなります。不良の発生ゼロを目標として、お客様に満足いただけるよう、メイコーでは日々試験や研究を重ねています。プリント基板の基礎は以上となりますが、いかがでしたか？少しでも基板のことを知っていただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。プリント基板に関するご依頼は、動画下の説明欄の URL からお問い合わせお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。